受ける。特徴はないの。あれこれノンシュガーかな。なんかお砂糖を使ってないの。なるほど、ドライフルーツが。そこじゃね、珍しいね。いいですね。これ食べさせてもらえる。食べさせてもらえる。私毎日毎回買って帰る。これこれ甘いです。マンゴー。これ私一番、あ、これね、こっちのグレードが低いからこっち先に食べたらいいかな。値段違うもん。これも十分うまいじゃん。これはなんていうか、よくあるコンビニで売ってるドライマンゴー、うん、こっちは、はい、肉厚。全然よ、あ、そう、うん、全然よ。家でよく食べる、うん、これ家でよく食べるの。あ、最高だね。これだわ。めちゃめちゃ美味しい、うん、これをこの間1キロ買った。1キロ買った。やばい。600でこれ。いちごジャムを作ってる時の途中のいちご。全くだ、その通り。うん、うん、美味しい。うん、これはおいくらですか。これはね、400円。結構量多い。うん、いやでもこれね、やっぱヨーグルトだわ。ヨーグルト入れたいね、これ、うん、入れたいね。これヨーグルトだわ。つけたら絶対美味しい。桃桃食べてない、ピーチ。うまい。うわ、飲むときには止まらん。私も持って帰ります。うん、ネクターみたいなやつ。おいしい。どうしよう。どうしよう。これある、ぐらいある。これを私いつもキウイを買って帰ろうと思って忘れちゃうのよ、うん、なぜかというとここにないから。なるほど、うん、あげてくれているの。え、でかいじゃん。ほんと？さすがに切ってくれる。あ、3人に受けてくれる。やった。あ、はい、これノンシュガーです。ノンシュガー、本当に分厚いんだ、ね。キウイの 青臭い、いいみたいな、うん、あ、キウイだわ。これがさ、天然卵って。うん、どうしよう。待って、それでしょ、それでしょ。卵も買うじゃん。これも俺じゃん。うん、いや、ストロベリーはちょっとやばいな。アイスの上に置きたいもんな。私、あそこの金柑欲しいなって。いい、うん、いあ、すごいね、甘いね。私オレンジも買います、うん、これおすすめです。美味しい。手伝えないってやる。これ買います。これは買います。あ、ちょっと、うん、オレンジのもう一口食べたくなる味だって。あ、ね、100元。じゃあ、これ100元ってでもどれぐらい。あ、
あ、それで100。それ100？もう一個。これが100。オッケー。うん、いいと思う。私はじゃあそれと、桃。うん、100。桃結構入る気がする。いちごもっと入るかもね。いちごめっちゃ入る。うんうんうん、本当だ。ストロベリー100。かじちゃんごめんよ。鼻の開いたけど。ちょっとね、薬っぽい。おにぎりの風味あるんだけど、味付けが甘いんだよね。やった、オッケー。わ、これは良いぞ。あ、あとね、今お題出なかったけど、実は野菜があって、うん、オクラとかも美味しい。そうなんだ。椎茸かね、これは。じゃあちょっと見てくるかな。オクラこれだ。美味しそう。椎茸。丸一個なんだよ。美味しいんだね。美味しい。買って帰るかな。もう一回買って帰ろうかな。すごいじゃん。これめっちゃ好きだな。はあ。100元分。これ100元。ヨーグルトのお供だわ。ねえ、すごい美味しい。あ、でもリキュールの中に入れてもいいか。そう、これもね、なんかつけてサイダーと、うん、大きすぎたらしい。パイナップルも使ってます。すごいよねこれね。うん、すごい。めっちゃ時間かけて乾燥させてんやろうな。せいせい。あ、でもお塩まぶしてある。ごぼう美味しいけど、でも臭みを取らないといけないのかな。美味しい。うん。オッケー。これで朝食がはかどっちゃうね。ジェイジェイ。バイバイ。新しい夢を見ているのかな。あ、すごいこれいい。あー、はぁはぁはぁ。あー、いいっすな。ご本人登場って、どうぞ。ご本人登場受ける。はい、行きます。はい、チーズ。辰田さんポーズ